本日も XRP リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども7月26日の午後16時40分 YouTube 録画しております。今日まずですねアメリカ市場を振り返っていきたいと思うんですけども、ちょっとアメリカ市場高安まちまちだったっていうのがちょっと嫌気されたのかもしれませんね。ニューヨークダウの方はプラスだったんですけども90ドルプラスになりました。それからナスダックの方がマイナスになりまして51ポイント安ということで、こちらを嫌気されたような感じがねどうもいたしました。それから先物などもね、ちょっと安いんですよね。ダウ先も133とかですね。それから日経プラス9になってますね。それからオイルなども見ていきたいと思うんですけど、オイルがちょっと急に上がってきてます。100にやっぱり近づいてきてしまっているので、ちょっとここは警戒する必要あるんじゃないかなと思っております。それから昨日もね、ちょっと心配していたこのビックス指数ですね。この青いマークがついているところの一つの上の方なんですけども、こちらが 23.9 ということで、こちらがまた30に近づいてきているのが嫌気されているようですね、どうやらね。こちらがこう、数字が広がるにつれてボラタイルな相場になって、相場が荒れやすくなってきたり、まあ恐れを表すような指数になってますので、まあちょっとここには警戒を持っておく必要があるんじゃないかなと思っております。それではですね、ちょっと今日急落してしまったビットコイン、イーサリアムなども見ていきたいと思います。はい、ビットコインもですね、300万を割れてしまって、288万6千円というところまで下がってきております。結構な下げ幅ですよね、結構ね。結構痛いというところはありますけども、イーサリアムも20万を割れてしまっております。19万4300円まで下がってしまったということなんですけども、まあ、今日のリップルですね、こちらはどうなっているのか皆様としっかり見ていきたいと思います。はい、本日のリップルですけども 45.2 円まで下がってきてしまいました。昨日ちょっとね予測してたような動きになってきてしまったのがちょっと残念なんですけども、次ですね節目が 42.08 円ぐらいというところなんで、これが7月の13日それから6月の末ですね、これがだいたい42円まで下がった場面がありましたので、このあたりを今は目指しているんじゃないかなという感じがいたします。ちょっと警戒感を強めていくべきかなと思います。買い場はこの辺になるんじゃないかなと思ってます。短期的な買い場ですね。それから RSI の方は30ということで、まあこちらはね、ちょっとね、今売られているような感じの数字のね、現れ方だと思うんですけども、30になってもあまり反応がないなと。こう、買ってくるっていう感じはね、全然しないので、まあ、ちょっとこの辺はね、気にして見ていただく必要はあるんじゃないかなと思います。今 RSI も30でありますけども42円に向かっているということが事実だと思います。それから皆様が気になっているのは中長期的な動きだと思うんですね。こちらをちょっと見ていきたいと思うんですけども、今45円ということで、次の展開なんですけども、次はやはり42円の方にね、どうやら向かっていっているような感じがいたします。ここを破られてしまうとですね、結構厳しくてですね、次 41.4 円という、ここもね、結構サポート効いてるんですね。ですので、42円、41円というのはサポートになりやすいので、まあ、買い場としては40円ぐらいが買い場なんじゃないかなと個人的には思っております。ただそこもね、そこで下げ止まるという形は保証されているわけでは全然ないので、まあ、買い場は40円ぐらいになると、下髭が長くなっている。6月のこの末ぐらい、それから6月の中旬ですね。これが40円の大体こう、下回る水準まで来ているところなんですけども、ここになると急に下髭がね、長くなるんで、まあ、皆さんリップルは40円ぐらいで買おうかなと思っている方が非常に多いというのが現れているんじゃないかなと思うので、6月の中旬のちょっとこう、チャートを 見返してみていただけるといいんじゃないかなと思ったりしています。で短期的にね、ちょっと予測をしていきますけども、最後に、冷やしチャートを見ていきたいと思うんですが、こちらを見ていきますと、今ですね、40、先ほど言ったように2円の方、まあ、40円の方に向かってきてるわけなんですけども、まあ、端的に言うと50円から40円のボックスになっているような感じにはなってます。40円で買って、まあ、50円前後で売るっていうのが、まあ、結構 XRP の中では、まあ、ちょっともう、皆さんもね、定説というか、まあ、そういうふうにトレードされている上手い方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。中長期的には60円ぐらい。この辺もね、超えてこれるチャンスは十分あるんですけども、ですので、まあ40円ぐらいになったところでどうするかというのを決めるというのが、まあ XRP の今の状況なんじゃないかなと思いますね。45円なんで、まあ特別何かね、動きはしなくてもいいんじゃないかなと思ったりもして、無理にね、
こう買ったり売ったりということではなくて、今リップルがどちらに動きたいかっていうのをしっかり見極めるいい水準になってきてるんじゃないかなと思いますね。45円なんで、まあ50円に行っても全然おかしくはないですが、まあ、おそらく40円の方に向かってきてるんじゃないかなと、チャート的にもね、そんな流れになってきてると思いますし、仮想通貨全体が弱い、それからアメリカ市場が弱いということを考えていきますと、やはり40円ぐらいになったところでどうするか、決断しなきゃいけないのかもしれません。はい、ということで今回の XRP なんですけども、最後までご覧になっていただきましてありがとうございます。 XRP についてはね、皆さんそれぞれ意見が異なると思いますので、何か違う意見がある方はぜひコメント欄の方にもご記入の方よろしくお願いいたします。それから何か結構役に立ったなとか、まあ、ちょっと同じ意見だなという方とかはぜひコメント欄そちらの方にも書いていただけるとありがたいなと思います。それからグッドボタンや、チャンネル登録などもね、ぜひしていただけると励みになりますので、まだの方はぜひこの機会にチャンネル登録よかったらしてみてください。負けない投資っていうのをね、毎日お届けしてますので、ぜひ負けないようにこれからもお互いに頑張っていきましょう。ということで今回も仮想通貨 XRP チャート分析最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。